な、ここ。たかが坂道一つ、セローで押し返してやる。セローは伊達じゃない。ってことで今回も林道からお送りします、こんにちは。今回のテーマは、テーマはこの林道にハマる理由3選。というお話をしていきます。私、ゲーム大好きなんです。今はそんなにしてませんが、昔は休日、ずっと家でゲームしてました。中でも PC ゲームが好きで、Steam の中はこんな感じになってます。PC ゲームはグラフィックが綺麗で、本当に自分がその場にいるような錯覚をしつつ、その世界観に引き込まれながらプレイしていました。しかし、そんな私が林道に行った途端一発で林道の魅力に取り憑かれました。今回は、私のようにゲームが大好きだけど、新しい趣味を見つけたい方をターゲットにした動画です。この動画を見れば、林道に興味を持ち、明日にはバイク屋に直行しているかもしれません。早速やっていくー。1、圧倒的なグラフィック。3D ゲームで、遠くの景色、多くの木々や生い茂った草、影を描写しようとすれば、グラフィックボード、大容量のメモリと電源、高性能な CPU とそれをキンキンに冷やすための冷却機構、などが必要になってきたりしていろんな意味でなかなか大変です。ヌルヌルの FPS も維持してとなると、相当根も張る高性能なパーツを揃えないと難しいでしょう。しかし、そういった PC がどれだけ頑張っても表現することが、できない景色が林道にはぶわーっと広がっています。初めて林道から見た遠くの山の景色は、今でも忘れられません。日本にこんなとこあったんかー？と思いながらゾクゾクしたのを今でも覚えています。グラボを何枚誘うが、PC で箱の景色やゾクゾク感は味わえないと思います。しかも常にヌルヌル動く。こんなゲーム今まであっただろうか。いやー、ない。決してゲームでは味わえない体験が、できるチャンスが林道にあります。次。に、視覚以外で感じることができる。正直これ言うのはさすがに、ずるいだろうと思いますけど、ゲームは基本視覚だけを使いプレイします。これに対して林道は、走っていれば、風が体に当たったり、暑ければ汗をかいたり、枝がビシバシ当たれば痛かったり、転倒しそうになったらとっさに、体勢を立て直したり、五感や体全体を使って走破することになります。特に印象深いというか、林道入ったら必ず動物の糞の匂いや、糞そのものを直接見たりします。で、私、動物に詳しくないんですよ。しかも一人で走ってるんですよ。そんな中で糞を見たり、匂いがしたらまず脳裏によぎることは、これ、近くにクマいるんじゃねえってことです。そうなったら怖いので、その場を離れたい一心で、もうぶわー走りますよ。速度は出てないですが心の法定速度はとっくにオーバーしてますからね。次。3、シナリオがない。大体のゲームってシナリオ通りに進行します。オープンワールド等のゲームも、メインクエストをこなしたりして大筋のシナリオは一緒なわけです。要は何度やってもお話は一緒なんですよね。林道の場合は同じ道でも昨日と一緒。っていうのはまず存在しなかったりします。雨が降れば小さい川ができたり、水たまりができたり、木が倒れたり、土砂崩れで道が寸断されてたり、雨が上がれば流れた水の跡が出来上がったりして、みたいな感じで、雨が降るだけでも、これだけの変化が林道には起きる場合があります。強風の影響で、倒木が道を塞いでたりもします。私、そういうの見るとワクワクしちゃうので、くぐれそうだと思ったらくぐっちゃうんですね。こんなのゲームでは味わえないよーって。体をバイクに密着させて倒木の下を、少しずつズズズイッと進んで、抜けたらもうガッチボールです。そういった変化が林道では頻繁に起きます。はい、いかがでしたでしょうか。最後に、ゲーマーをディスっているわけではないということをご理解ください。
プレイしていないというだけで私は今でもゲーム大好きです。ゲームと人道両方を体験した。一個人の意見として参考程度に留めるようにしてください。